日本は昭和の時代、満州事変、日中戦争、日米戦争という大きな戦争を3回戦った。日中戦争から日米戦争までは途切れることのない8年に及ぶ戦争であった。戦争の主な相手国は中国、アメリカ、イギリス、オランダ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ソ連などの連合国である。日本はドイツ、イタリアと軍事同盟を結び、枢軸国の一員として連合国に対した。しかしイタリア、ドイツが降伏、やがて日本も降伏した。これが第二次世界大戦の顛末であった。その後アメリカを中核とする連合軍が日本を占領し、日本大改革に大なたを振るった。その一つが東京裁判であった。1946年5月3日、東京の市ヶ谷にあった元陸軍士官学校大講堂で歴史的な裁判が始まった。このおよそ1ヶ月前、裁判官、判事たち10人は一つの部屋に集まった。我々が向き合う難題についてもう一度おさらいしよう。55項目の訴因は3つに分類されている。すなわち第1類が平和に対する罪、第2類が殺人及び殺人の共同謀議の罪、第3類が通例の戦争犯罪及び人道に対する罪である。これは皆もよかろう。中国では数百万人の命が犠牲になりました。こう話すのは中華民国から派遣された梅助校であった。わかりますよ、梅判事。しかし我々は復讐をするために日本に来たんじゃない。もちろんです。復讐の意図はありません。人道に対する罪はニュルンベルク裁判の前例を適用すべきだと。このニュルンベルク裁判とは、第二次世界大戦において連合国によって行われたドイツの戦争犯罪を裁く国際軍事裁判である。この東京裁判と並ぶ二大国際軍事裁判の一つである。人道に対する罪はユダヤ人の計画的組織的大量殺人に対する罪として特別の意味を持った。しかし太平洋とヨーロッパは訳が違う。マッカーサー司令官もニュルンベルク裁判のような法廷を東京では開きたくないと考えている。マッカーサーはこの時、真珠湾奇襲関係者だけを軍事法廷を開いて処罰すると決意していた。それだけ不意打ちへの憎悪は深かったのだ。私もそう思う。東京裁判では本来の意味を失っている。しかしこの第2類殺人及び殺人の共同謀議の罪、これは大きな意味をなす。南京を含む中国各都市で一般人や武装解除された兵員に対する殺害とともに、特に宣戦布告なき真珠湾奇襲やマレー半島コタバル上陸作戦で見られた殺害はこれに素因する。しかしこの第3類以外は事後法であることはこの東京裁判の正当性を疑います。この発言をしたのはオランダから派遣されたレーリンク判事である。戦争を始めたからといって個人を処罰するのはこの原理に反するというものであります。レーリンク判事、これに関してはマッカーサー司令官も検察も同意した。我々が話し合うべきは罪の定義とそれが事実であるか否かだ。この件に関しては議論するべきではない。この裁判は世界中が注目している。我々は歴史を作っている。しっかり議論し、これを遂行する必要がある。次に戦争犯罪で起訴された被告28人を確認する。荒木貞、満州事変進行中に陸軍大臣となり異常事態制を唱えた人物だ。木戸幸一、内大臣、東条英機を首相候補として天皇に推薦した人物だ。松岡洋介、満鉄総裁を経て第二次近衛内閣外務大臣、日独伊三国同盟を締結、ついで日ソ中立条約を締結、対米強硬外交を展開した人物だ。板垣征四郎、満州領有を目的として満州事変を引き起こした関東軍高級参謀。大川周明、アジア主義を唱えた思想家、太平洋戦争開始後は戦争目的である大東亜共栄圏建設の理論武装を行い国民を鼓舞扇動した人物だ。その後も被告の名前が続いた。島田重太郎、鈴木定一、
そして最後に東条英機、第2次第3次近衛内閣陸軍大臣、ついで首相兼陸軍大臣となり対米英戦争を決断した人物だ。帰国の中心人物は何といっても東条英機であった。この帰国リストはどのような基準で作られたのでしょう。対象地域、期間が曖昧に思えます。1928年1月1日から1945年9月2日まで。前者は満州の軍閥張作霖を列車ごと爆殺した年、後者は日本が降伏文書に調印した日である。満州、中華民国、東南アジア太平洋、インド洋各地域を対象にしている。今日はこの辺で終わりとしよう。今日はゆっくり休んでほしい。明日は白熱しそうだ。こうして東京裁判に向け判事たちの討議は始まった。翌日、今日は天皇の戦争責任について議論したい。部屋は重い空気に包まれた。意見が分かれるだろう。天皇は起訴されていない。ちょっと失礼。今天皇の戦争役割についての討議は埒が明かない。被告の質疑応答を鑑み最終的な決断をいたすのが賢明だと思う。こう言ったのはソ連から派遣されたザリアノフ少将であった。この時各国がリストアップした被疑者の中にヒロヒトが入っていたのは意外にもオーストラリアだけであった。資本家打倒、天皇制打破を声高に叫んでいたソ連も天皇陛下をリストアップしなかった。ある日、オーストラリアから派遣されたウェッブ裁判長はマッカーサーの元を訪れた。被告リストに天皇の名前がないのはなぜですか。天皇が日本の国策において決定的役割を担ったという証拠はない。日本政府はポツダム宣言の受諾に際して天皇の大権は不変と条件をつけた。国体護持こそ日本が連合国に降伏する唯一の絶対条件であった。国体護持とは天皇家が温存されることはもちろん、天皇が日本国の権力や権威の中心的な存在であり続けることを言っている。しかし天皇は大日本帝国憲法によって日本の元首でありかつ統治者であり陸海軍の統帥者と定められているはずです。侵略戦争を計画し準備し開始し遂行した最高責任者が天皇であるということは疑う余地のないことでしょう。マッカーサーは格別の親日派というわけではなかったが、この時天皇陛下に対する強い意志があった。1945年9月27日マッカーサーは総司令部を訪問した天皇陛下と会った。開口一番天皇陛下はこう言った。戦争の全責任を負う者として私自身を採決に委ねるためお尋ねした。マッカーサーは驚いた。その後マッカーサーは最後の陸軍大臣となっていた下村定を呼んで、なぜこんなに速やかに混乱なく武装解除ができたのかと質問した。しかし下村は当たり障りのない答えを繰り返した。マッカーサーは納得しなかった。すると下村は意を決して、陛下の詔勅が出た以上日本国民は少々必勤の精神で行動するのであると答えた。答え渋っていたのは天皇の絶大な権威を正直に自慢すると戦争を始めたのもその絶大なる権威があったがために違いないと受け取られることを心配したからであろう。私は天皇の停戦命令が出されるやあれほど頑強に抵抗していた日本軍がまるで借りてきた猫のようにおとなしく降伏し武装解除に応じた現実に驚嘆した。やはり強大な体験を持って、もし天皇を戦犯裁判にかければどうなる。日本人は激しく動揺し占領政策もうまくいかないだろう。最小限100万の軍隊と数十万の行政官をアメリカから派遣し何年にもわたって駐屯させる必要が生じるだろう。マッカーサー元帥、お時間です。あ、わかった。まだお話は。ではご苦労。かくてアメリカ政府とマッカーサーの強い意志により天皇陛下不起訴を決めた。そして1946年5月3日いよいよ始まるね。ええ、諸君席順はいいかね。午前11時20分
ついに歴史的な東京裁判が改定した。全員起立。これより極東国際軍事裁判を改定いたします。被告に対し有罪か無罪か認否を問います。